では続きましてこちらです。じゃじゃん。本日の味噌汁はコーンスープです。はい、どっちやねん、どっちやねん。いや、味噌どこ行ってんの。味噌入ってないやん。美味しそう、美味しそうはちょっと違う味噌だね。美味しそうなんか違うね。どっちなのかはっきりして。あ、そうだね、どっちやねんにしとこうかな。札幌ラーメンかーい。だって札幌ラーメン、札幌ラーメンはコーンがいっぱい入ってるのかな。あ、そっか、味噌汁に、あ、そっか、味噌にコーンがたくさん入ってるっていうことか。あ、すごい、札幌ラーメンかーいにしよう。上手だね。これ例えツッコミだね、これね。あ、シマハエロギツネちゃんがコーンスープてんてんてんって言ってる。あれ、シマハエロギツネちゃんこれはあれじゃない、なんだっけ、ダジャレ、シマハエロギツネちゃんダジャレ言ってるね。ダジャレだね。コーンスープもなんか可愛くて好きだな。コーンスープ。コーンコーンスープいいですね。かわいい。キツネだけにね。キツネだけにねって言ったらよかったな。シマハイロギツネちゃんも今日は来てくれて、昨日も来てくれて、一昨日も来てくれて、本当にありがとう。ということでね、そんなシマハイロギツネちゃんからも浄化依頼をいただいてるので、浄化依頼していきたいと思います。シマハイロギツネちゃんからの浄化依頼はこちらです。じゃじゃん。渾身のネタ、コーンコーンスープがペンギンによって、かわいいねで終わってしまいました。浄化のツッコミを、あ、浄化ツッコミのお恵みをください。コーンコーンスープ。キツネだけにコーンコーンスープ。コーンコーンスープ。うまいな。キツネだけにな。キツネだけにコンコンスープうまいですね。はい、ツッコミのお恵み、浄化ツッコミでしたが、いかがでしたでしょうか。いきます。はい、浄化。はい、ありがとうございました。